様、おはようございます。キースジャガーです。2020年4月22日水曜日7時13分です。おはようございます。現在地名神高速道路、京都方面行き左ルートです。あと 500m ぐらいでね、大山崎ジャンクションに入ります。大山崎ジャンクションは右ルートからは来れません。このように真ん中に杭が立ってますので、左ルートからしか来れません。ご注意ください。はい、大山崎ジャンクションです。大山崎ジャンクション7時14分。今日は、京都縦貫道を通りまして、舞鶴若狭自動車道の方に出ます。で、綾部ジャンクションというところで舞鶴若狭自動車道に合流するんですが、そこまでの区間の時間と距離を測りたいと思います。よろしくお願いします。はい、この大山崎出口と書いてある方、こっちですね。京滋バイパスではなく京都縦貫道なので、こちらです。この大山崎ジャンクションは結構ややこしいんですよね。合流っていうか分岐がね、まあ、地面にこうやって刑事とか京都縦貫道とかで書いてくれてるんですけれども、まあ予習されてから来た方がいいかと思います。分かりにくいです。分かりにくいし、カーブはきついし、でこのね、合流区間すごく短い。これもう 50m ぐらいしかないでしょ。これ 50m ないかね。もう出会い頭で筋越してもおかしくないぐらいの余裕しかないんですけども、ちょっとここでトリップメーターをゼロにしました。はい、左車線京都縦貫道福知山方面ですね。ジャンクションから、名神高速から今京都縦貫道に入るところです。時間手に書いとこうか、忘れるな。この先合流があります。注意してください。止まれ。 93.2km ポスト。ちょっと合流区間近いんで気をつけてください。はい、93キロポスト、大体この辺りから京都縦貫道です。終点0キロポストは宮津天橋立やったかな、あの辺かと思います。まず一番初めのインター、長岡京インター出口です。長岡京は入り口もあったかと思います。なので、インターとお伝えいたします。7時17分。
トラックトレーラーはこの上り下りきついね。この道路は荷物満タン積んでる状態だとかなり失速するかと思います、ね、ちょっと空車やったら空っぽやったら上るんですけどね。大原のが5キロ、志野が12キロ、福知山78キロでございます。西大トンネルが110メーター。いつも思うんですけども、福知山っていうのは京都縦貫道じゃないんですよね。はい、90キロポスト、西山トンネル、こちらが2270メーター。綾部インターも福知山インターも舞鶴若狭自動車道の、インターになるんですよ。で、まあ福知山まであと何キロとかやってたびたび出てくるんですけれども、京都縦貫道の目印を言ってくれたらいいのになと思うんですけどね。京都縦貫道綾部ジャンクションから舞鶴若狭自動車道に入っておそらく10キロぐらい走らないと福知山行かないんですよね。どうせやったら福知山って書くんやつで綾部って書いてくれたらいいんですけれども、綾部も綾部ジャンクションから4キロぐらい離れてたかな、多分。ちょっとしばらく走ってないので覚えてないんですけれども、多分 4,5 キロですね。綾部ジャンクションに着いた瞬間に綾部インター目的地で降りるよって言った時にインターがないみたいなことになるんですけれども、綾部ジャンクションは福知山と綾部の間やったかな、ちょっと覚えてません。おそらくそうですね。南に向かって左手に出ていくと福知山、10キロほどで福知山で、右の方に舞鶴の方に向かって出ていくと4キロほどで早めって、そういう感じになるかと思うんですけどね。珍しいコーナーして87.6キロポスト、7時21分になりました。7時16分から計測しているので約5分くらい経ちました。大原のはインターじゃないな、大原の出口まで2キロです。大原のは出口のみで入り口ございません。で、入り口はね、靴掛けが入り口やったと思います。靴掛けはその仮出口ございません。スイスイ登っていくね、いいね。私の車スピード出ないんだけどね、そんなに古い車ではないんですよ。これ一応最新型のやつなんで、オートマなんで、あれかな。南春日トンネル 230m ですね。このあと北春日トンネルがあって、北春日トンネルの出口に大原の出口がついてたかと思います。なのでトンネル出てボーっとしてると出口出られる方通り過ぎてしまうのでご注意ください。はい、大原のまで 500m と書いてございます。靴掛けでは出られません。北春日トンネルが長さ 470m なので、もうトンネルの出口にありますから、本当に大原の降りたい方はぼーっとしないように左側寄っておいてください。大原の出口、もうトンネルの出口待たずしてね、左側出口となっております。大原の出口は85キロポストですね。7時23分になりました。85キロポスト、
たりから結構きつい下り坂です。スピードご注意ください。800m、 79キロポストです。
78.7 キロポストあたりに首脳インター出口、78.7 キロポストで7時28分首脳インター出口、そこからすぐですね、すぐ左手合流がございます。 78.2 キロポストあたりかな、合流がございます。首脳インター出口、そして、目の前見えておりますのが市の本線料金所です。 ETC は20キロで、通行してください。高いなぁ、5000円でもこのか。はい、ここから80キロと言ってますけれども、まだ53キロぐらいです。登れ、結構きつい坂やからね、あの20キロまで落とされてからっていうのは無茶やなと思いますけどね。あの本線料金所撤廃してくれたらいいんやけどね。きつい、登らん。まもなく 77.7 キロポスト、7時29分です。大山崎ジャンクションから約15分くらいで市のインター通過しております。市の本線料金所か、もう一回ね、あの焼きかどっかに料金所もう一回あったかと思います。焼きといえば代打の神様ですね、阪神タイガース。約18キロほど来ましたね、大山崎から。2キロほどで亀岡ということですので、大山崎ジャンクションから約20キロで亀岡に到達いたします。だいたい制限速度ぐらいで走りますと20分ぐらいで着くのかなという感じではないでしょうか。亀岡山トンネルが640m、満開に近いやつが1本ありましたね。74キロポスト、亀岡インター出口です。国道372と423やったかな、423です。亀岡インター出口出られますと、すぐに4キロほど走りましたら湯の花温泉がございます。ちょっと左の方に黒い看板見えてますよね、湯の花温泉、4キロと書いてますね。はい、
73.1 キロポスト、7時33分です。73キロポスト北の方に向かって、日本海の方に向かってキロポストどんどん減っていきます。天の橋立の方が0キロポストです。大山崎が93キロポスト京都縦貫道は全長で93キロですね。まもなく左からの合流、亀岡インター入り口の合流になります。亀岡インター合流は 72.2 キロポスト、7時34分です。カメラでわかるかな、結構継ぎ目もねきついんですよね、この段差が。で、道路古いんで結構ガタガタしてるしね、乗り心地は悪いですよ。まあ乗用車やったらそんなに拾わないかもしらんけど、トラックとか貨物はね結構きついかなと、振動とか。出口、千代川出口は68キロポスト7時37分です。68キロポスト、この先別料金。千代川インター出口過ぎました。すぐに千代川インター入り口ございます。 67.5 キロポストあたりですかね。67667.5 キロポストで合流いたします。千代川インター入り口、7時38分になりました。ハイダトンネル420メーター、67キロポストあたりですね。
ポスト。はい、間もなく南丹市に入ります。南丹パーキングまで2キロ、京丹波やったかな、もう一個の方の道の駅、あくまで16キロやったかな。道の駅っていうか、道の駅かあれ、サービスエリア、レストランがあったような気がするけれども、ガソリンスタンドはなかったかな。はい、66キロポスト、八木東まで1キロ、代打の神様、八木東ならぬ八木広し、広しですよね、多分ね。はい、本郷トンネル 480m です。八木広しとそのまんま東を掛け合わせたような、そういった出口かと思います。そんなことあるかい、見てくださいね。はい、トンネル出てすぐです。ぼーっとしたらダメですよ。トンネル出てすぐ八木東出口65キロポスト7時40分です。東は出口のみですね。入り口ないですね。南丹パーキング、南丹パーキングです。 64.3 キロポストに南丹パーキング、7時40分、大山崎から約25分ですね。この先合流があります。注意してください。はい、左手南丹パーキングから出てくる車との合流です。63.7 キロポスト。700メーター先に左手に八木西出口、八木西出口。そしてまっすぐ行きますと本線料金所、同じく 700m。 この左手の合流は八木中入り口です。八木中入り口、八木中入り口 63.1 キロポスト7時41分、63キロポスト。はい、八木西出口出られる方はこの目の前見えてるやつじゃなくて左に行ってください。左にあの料金所ございます。こちらは本線料金所です。京都縦貫道続けて走られる方はこちらです。この八木西のこの本線料金所はあの出てすぐなんかこうくねくねとなってるんで危ないのでご注意ください。ガタガタやな。1.5 キロポスト7時42分。はい、左手に見えておりますこの細い道路、これが八木西出口ですね。辺りから1時間ぐらいで天の橋立てまで行けてしまうということですね。宮津の辺りです。園部まで3キロ、丹波まで9キロ、福知山49キロですが、この49キロは、舞鶴若狭自動車道に入ります。京都縦貫道に、福知山インターはございません。
らい経つやろ、3、40年前ですかね、これできた道路、やっぱボロいですよね、ガタガタですよね。まあ2車線あるっていうのが救いかなと。舞鶴道はね、今工事中で2車線に広げてるんですけれども、福知山越えてから1車線になるんやったかな、ちょっとどっからやったか忘れましたけど、1車線になるとね、めちゃくちゃ後ろ煽られるんですよね。それが嫌だな。はい、60キロポスト7時44分、大山崎ジャンクションから30分ほど走ってます。だいたい制限速度守りながら走って、大山崎から天の橋立てまで1時間半くらいで行く感じですね。園部から対面通行になるみたいですね。1キロ先対面通行、右側車線がなくなります。もうこの辺りちょっと路面を直してくれてるね。急に乗り心地が良くなったから、ボート走ってても気がつくぐらい差を感じます。はい、こっから1車線になりますので70キロに制限速度落ちます。80キロから70キロに落ちます。はい、右車線なくなりました。園部インター出口です。園部インター出口は、58.3キロポスト7時45分、すぐに園部インター入り口合流ございます。58キロポストあたり、58キロポスト左手から園部インター入り口合流です。7時46分、制限速度70キロです。あれなんて読むかな、雨竜のトンネル180m。 まあ追い越し禁止、追い越せないですよね、こんなところ。越せないので後ろずらーっとつながって、なんやったら煽ってくるぐらいの感じなんですけどね。はい、57キロポスト7時47分です。熊崎トンネル375m、丹波の、道の駅まで6キロ、綾部パーキングが舞鶴若狭道やけども34キロで、由良川パーキング、これは京都縦貫の34キロやったかな、ちょっとちゃんと読めませんでした。55.7、55.6、はい、ゾロ目です。 55.5キロポスト7時48分、丹波インターまで 2.5 キロですね。京丹波瑞穂が11キロ、福知山43キロ、福知山は舞鶴若狭自動車道です。新観音トンネル1083m、
間もなくトンネル抜けます。京丹波町に入りました。何市やろ、何郡やろ。京丹波町、南丹市なんかな。ちょっと区割りがよく分かりませんけれど、4キロのきつい下り坂。きつい下り坂とまあまあのカーブ。53キロポスト7時50分丹波インター出口です。丹波インター出口、はい、すぐに丹波インター入り口。丹波インター入り口は 52.4 キロポストあたり、52.4 キロポスト、丹波インター入り口、7時50分です。丹波インターまで約35分ですね、大山崎から。そんな感じではないでしょうか。土トンネル、土トンネルが、303m。パーキングはね、新しいっていうかすごく設備綺麗なんですよね。設備綺麗けれども、レストランでカレーかなんか食べたけど、全然リーズナブルではなかったかと思います。はい、50.9 キロポスト7時52分、京丹波のパーキングエリアです。ガラガラですね。この先合流があります。注意してください。はい、この合流は京丹波のパーキングエリア。50.4 キロポスト、7時52分です。一車線区間は制限速度70キロです。宮津まで50キロ、50キロポストを超えました。7時52分、森トンネル 460m。 宮津まで50分、あと50キロで50分くらいですね。みずほまで4キロ、京丹波和知まで15キロ、内山38、宮津天の橋立て49となってございます。これ4つ今読み上げましたけれども、福知山だけ舞鶴若狭自動車道で、京都縦貫道ではないんですよね。紛らわしいですよね。どうせやったら綾部ジャンクションの距離を書いてほしいんやけどな。なんで福知山にするんかなっていう、関係ないじゃない、福知山なんか。綾部ジャンクションから10キロやったら10分くらいで行くかなみたいな感じで、綾部ジャンクションまで何キロって言ってくれたら、
ね、時間読みやすいっていうか距離も読みやすいけれども、はい、48キロポスト7時54分まもなく、大山崎から約40分ですね。40分までここまで来たのは結構早いね。宮津から大山崎ジャンクションまで93キロほどなんですが、1時間半かかると言ってましたが、この70キロペースぐらいで来ても1時間半は切ってきますね。まあ今日はそこまでいかないですけどね。はい、47キロポスト7時55分、京丹波瑞穂インターやったかと思います。入り口もあったかと思います。京丹波瑞穂は国道173号線ですね。大阪池田の方から、まあ、川西、抜けて能勢の山を越えてずっと来るわけなんですけど、笹山とか抜けて今時、4月22日、ね、もう桜も散っておるこの時期にまだ気温8度と書いてましたね今ね。窓を開けたら寒いってことですね。20度ぐらいあるんかと思ってたら8度って。はい、46キロポスト。まだ桜綺麗に咲いてるもんねこれ。京丹波瑞穂。9号線と173と両方書いてますが、9号線はちょっと173に出てから1キロぐらい走らないとないかな。多分和田という交差点やったかと思います。3年くらい走ってないのでちょっと覚えてませんけれど、はい、京丹波瑞穂 500m 先ですね。7時57分、京丹波瑞穂の入り口合流です。インター入り口合流。44キロポスト7時57分。まあ、和歌山走っても、あの舞鶴道走ってもそうですけれども、あっちこっち高速道路、この1車線区間みたいなところ、なんか2車線にするためにトンネル掘ったり、あの橋桁作ったりして、あっちこっちで2車線化になってますね。この1車線で追い越し禁止みたいなところを片っ端から2車線に変えていってるみたいな気がします。まあ、国土強靭化っていうことでしょうね。これ1車線しかなくて、なんか災害があった時に高速道路で我々みたいなね、あの運送業がこう救援物資とか持ってあの駆けつけようかって言った時にも、これ1車線しかないって言って、これが渋滞してしまったり通行止めになったりしてしまうと、ね、なかなか物資が届かないみたいなことありますからね。はい、京丹波は10キロ、綾部安国寺18キロ、宮津天橋立43キロです。現在 42.6 キロポスト7時59分。まあ、この辺も山削って、ね、ちょっとトンネル掘ったり橋かけたりするのは金かかるかもしらんけれども、2車線にするんやったら中途半端な追い越し区間じゃなくて、もうずっと2車線にしてくれると、
追い越し区間終わるたんびにね、あのギリギリまで抜きに来るやつがおって危ないんですよね。阿波野トンネル 760m。3km、 大山崎ジャンクションで 0km にして、まあ、測ってますけれども 53.3km です。今のところ、まあ、キロポストが 41km なんで辻褄合いますよね。これに 41+53 で大山崎から 90何km みたいな、違う90何 km じゃない、小山崎が94キロやったから、この53を引くとこの40キロになると、そういうことです。40.4 キロポスト 4%、 かなりきつい上り坂になります。京都縦貫道もこの北側の数字がどんどん若くなっていってね、この辺りは比較的新しいのかなと。40キロポスト超えました。8時1分です。宮津の方に近づけば近づくほどっていうことになるのかな。この辺り、亀岡の辺りと比べてだいぶ道路綺麗なんですよね。まだ2、30年前はこの辺繋がってなかったかと思うんですよ。だから比較的まだ京都縦貫道の中では新しい道路かなと思います。だからトンネルもちょっと小綺麗ですよね。見てわかるぐらい明るいし、圧迫感あんまないし。新水穂トンネル 2906m、 あんまり下もガタガタしてないしね。まあ、それでも20年ぐらいは経ってるかと思うんですけどもね。トンネルの中かなり下ってますね。ちょっと減速をかけないとスピード乗りすぎてしまうようです。かといってね、トンネルの中暗いからって言って、70キロのところやけど50キロぐらいで走ったりする人とか多いんですよね。ほんでもう こんな遅いの後ろついて走ってられへんわと思って、トンネル出て抜いてやろうかと思ったら、もう80キロも90キロも出してくるみたいな。トンネルの中だけ急にスピード必要以上にむやみに落とす人いるんですが、このトンネル見ての通り追い越し禁止なんで、あんまりノロノロ走ると後ろ迷惑かかるということをご承知おきください。まあね、最近はマナーとかモラルとかいうより、まあ、自分だけが良ければいいのかなみたいな、そんなことがね、運転に限らず皆さん、日本国民の皆さん、ちょっと考えていただきたいなと思うんですけれどもね。自分のことしか考えないというか、周りを見ないというか、あえて見ないようにしてるみたいな、人がどうなっても知ったことじゃないみたいな、そんな風潮が目につく感じですよね。300m。
5.7 キロポスト8時4分です。まもなく京丹波和地ですね。2キロ先、京丹波和地はね、何号線、27号線やったかな、やったかと思いますけれどもね。9号線ではないね。9号線はさっき の、 あの京丹波瑞穂の方が近かったと思います。多分27号ですね。35キロポスト、まあ、私は綾部インターまで今日行くんですけれども、はい、すいません、広野トンネル 350m 綾部インターまで行くんですけれども、京丹波和地で降りまして27号線をビャーと行って、綾部行っても同じぐらいの時間で行くかなという気がします。ただ下見写真のジャンクサインで、ね、このまま高速走りますけれども、高速を走って舞鶴道に出て、で綾部ジャンクションから綾部インターまで4キロくらいあってみたいな、まあ、そんなのと ここのインターで降りて27号線走るのとあんまり変わらないかなという気がします。はい、由良川を渡ります。 34.1 キロポスト、橋の長さ731くらいだな、ちょっと見落としました。はい、34キロポスト8時6分、カーナビもやっぱりあれやな、ここ降りろって言ってるな。京丹波和地インターかと思います。出口27キロポスト27キロポストじゃねえな、あの国道27号線です。降りたらね、はい、ここから綾部市に入ります。 33.3 キロポスト333、8時6分、まもなく料金、はい、インター出口越えますと、あの中途半端な2車線がまた終わって1車線で絞り込みます。今のところ右からかぶしてくるやからはおりません。このギリギリでね、こんなところまで突っ込んでくるやついるからね。はい、32.6 キロポストあたりで合流ですね。 32.7 か、32.7 キロポスト京丹波和地インター入り口合流、8時7分でした。カメラで映ってないけど、左下あの谷底みたいなところに国道27号見えております。から50分超えました。綾部安国寺5キロ、綾部ジャンクション8キロ、舞鶴大江21キロ、宮津天の橋立て32キロです。よかった、全部言えたね。ということで、大山崎ジャンクションから綾部ジャンクションまで、制限速度守って走りますと約1時間かかります。60キロちょい、67、8キロあるかなみたいな。桜が綺麗に咲いてるね。満開やね、ここ。ちょっとだけ葉っぱあったか。はい、31キロポスト宮津天の橋立てまで31キロとなりました。京都縦貫道、北行き宮津方面行き、制限速度1車線区間は70キロです。橋上トンネル1060メーターぐらいですね。ちょっとあの下一桁が読めませんでした。このまままっすぐ走りますと、あとこのままのペースで行ければ天の橋立てまで30分弱ですね。30分も切ってくるかと思います。
4.5 キロポスト8時9分になりました。71.2キロ走ってきました。8時14分。
58分くらいかかりましたね。大山崎ジャンクションから綾部ジャンクション58分59分、まあ8時15分になりました。 71.5キロ走ってまいりました。日本海の方向いて走ります。舞鶴方面、右手は大阪広島と書いてございます。綾部ジャンクションから4キロぐらい大阪の方に向かって走ると、綾部インターがあって、まあ、10キロぐらい行くと福知山インターがあるかと思います。はい、今現在8時16分になりました。ちょうど1時間で舞鶴若狭自動車道入ります。ちょうど1時間 72.5 キロ走ってきました。1キロ1分ペースよりやや速いぐらい。宇都部パーキングまで18キロやったかな、今看板ちょっとちゃんと読めませんでした、すみません。綾部インターまで3キロっていう風に看板出てますね。ジャンクションから数えて4キロ弱ぐらいですね。はい、福知山まで14キロ、大阪まで110キロ。舞鶴若狭自動車道今現在 67.4キロ。ポストこの 67.4 は、中国道横川ジャンクションから 67.4キロです。終点が中国道横川ジャンクションになります。城山トンネル 520m、 そんな目の前で入らんでいいのにな。もう2車線の区間は制限速度80キロ、1車線の絞り込み区間は70キロです。もう今2車線間にだいぶ踏み切ってて、1車線のところをなくしていくみたいな感じで工事がどんどん進んでるかと思うので、あとしばらくの我慢ですね。早く開通してほしいですけどね。出口まで1キロとなりました。65キロ。ポスト中国道横川ジャンクションまで65キロです。はい、1時間5分、長らくお疲れ様でした。チャンネル登録の方よろしくお願いします。もっと早いうちに言うときゃよかったね。最後まで見てくれた人しかチャンネル登録してくれない系のあれですね。ご視聴ありがとうございました。綾部インター出口のあたりで切りますね。出口県道77号、はい、64.2キロ。ポストかな、 64.2キロ。8時19分綾部インター出口出ます。
晴らしく田舎風景でございます。信号なかったか、ここ。まもなく右方向です。止まれですね。ご注意ください、危ないですよ。結構車来ますよね。止まれ。77号、ゾロ目です。はい、左に曲がりますと国道27号、まっすぐ行きますと綾部市街と書いてございます。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。